はい、皆さんおはようございます。東中野教会の牧師の浦上みちるです。今日は8月27日日曜日、聖霊降臨節第14主日の日曜日の朝を迎えました。今日もみんなと一緒にこの礼拝堂に帰ってくることができて本当に嬉しいです。そう、本当に暑い日が続いてますね。今日は8月の最後の日曜日になりました。夏休みももう終わってしまいますね。それではこの夏にまだ感謝もしながら共に礼拝を守りましょう。心のまっすぐな人を救う方、神は私の盾。共に賛美歌を歌いましょう。子供賛美歌改訂版を持っているお友達は子供賛美歌を、今日の修法を持っているお友達は修法を開いてください。賛美歌の31番、主をおいでくださいを一緒に歌いましょう。共に8月のリターニーを祈りましょう。修法を開いてください。皆さんはみんなと書いているところと、あと一緒にと書いているところを読んでください。共に8月のリターニーを祈りましょう。8月のリターニー。神様に褒め歌を歌います。私たちを守ってくださる神様を賛美します。神様は自由と平和を与えてくださる。私たちに自由と平和を与えてくださる。救いの主は今こそ来ます。この訪れを私たちも告げ知らせます。神様は憐れみ深い方です。暗闇から導いてくださる私たちの光です。神様は平和の道に導いてくださいます。神様は私の盾、心のまっすぐな人を救う方、神様を褒めたたえます。アーメン。共にお祈りをしましょう。手を合わせて、目を閉じて、心の目を開きましょう。お祈りします。神様、今日も新しい朝をお与えくださり、ありがとうございます。今日もみんな、元気に集まることができました。ありがとうございます。あっという間に時が過ぎ、今日は8月の最後の日曜日となりました。夏休みももう終わります。この夏も本当に多くのことがありました。平和を求めて
平和を願って祈り続けてきました。でも神様、この地上を見てください。まだ平和は来ていません。どうか一人一人が幸せに生きていくことができますように、神様、あなたのお守りを私たちにください。すべてをあなたに委ねます。このお祈りをイエス様のお名前を通してお捧げします。アーメン。はい、共に聖書に記された神の言葉を聞きましょう。今日は新約聖書です。マルコによる福音書6章45節から52節まで。マルコによる福音書の6章45節から52節までです。マルコによって記された主イエス・キリストの福音。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗せ、向こう岸のベトサイダへ先に行かせ、その間にご自分は群衆を解散させられた。群衆と別れてから祈るために山へ行かれた。夕方になると船は湖の真ん中に出ていたが、イエスだけは陸地におられた。ところが逆風のために弟子たちが漕ぎ悩んでいるのを見て、夜が明ける頃、湖の上を歩いて弟子たちのところに行き、そばを通り過ぎようとされた。弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て、幽霊だと思い大声で叫んだ。皆はイエスを見て怯えたのである。しかしイエスはすぐ彼らと話し始めて、安心しなさい、私だ、恐れることはないと言われた。イエスが船に乗り込まれると風は静まり、弟子たちは心の中で非常に驚いた。パンの出来事を理解せず、心が鈍くなっていたからである。我らの主イエス・キリストの福音。今日はとっても不思議なことが聖書に書かれていました。どんなことが書かれてあったんでしょうか。共に見ていきましょう。今日の箇所は先週の5000人の給食、5000人以上の人たちが5つのパンと2匹の魚でお腹がいっぱいになったっていう奇跡が起こった、そのすぐ後の出来事です。集まってきた人たち、そして弟子たちは感動していました。たった5つしかないパン、たった2匹しかないお魚で5000人以上の人たちがお腹いっぱいになったんです。神様の奇跡の技を目の当たりにしました。しかしどうやらその人々の中には、さあこれから革命をしようと思っている人たちもいたみたいです。イエス様をイスラエルの王様にしようと思っていた人たちでした。その様子を見てイエス様は弟子たちを無理やり船に乗り込ませて、向こう岸に行きなさいと言って押し出しました。そして人々を解散させて、イエス様は一人で山に登られました。これからこの人たちが戦争しようって思ってた人もいたかもしれません。みんなちょっと落ち着いて、いさかいをしないように、戦争しないようにいてって言って解散させたんです。しかし物語はこれで終わりませんでした。続きがあったんです。夕方になると弟子たちが乗った船は湖の真ん中あたりにいました。イエス様はまだ岸辺にいます。しかし大変なことが起こったんです。湖が嵐になりました。弟子たちはなかなか向こう岸に着きません。そして夜が明けること、大変です。どんどん自分たちが乗っていた船が水がバシャンバシャンと入ってきて沈みそうになっていました。弟子たちの12人いた、この
弟子たちの中には元漁師もいました。4人も漁師がいました。この4人の漁師たちが大変怖いと思うぐらいですから、とっても大変な嵐だったんだと思います。みんなお祈りしながら船の中に入ってくる水を一生懸命かき出していると、不思議な光景を目の当たりにしました。なんと向こうからイエス様が湖の上を歩いてくるではありませんか。みんな水の上って歩けますか。歩けないよね。ズブズブって沈んでしまいます。人は水の上は歩けないんです。弟子たちは怖くなりました。幽霊が来たと思ったんです。しかしそれはイエス様でした。でも弟子たちは驚きます。これまでイエス様が水の上を歩いているところなんて見たことがなかったからです。みんなが怖くなって、ああ幽霊が来たと思って恐れていると、イエス様は言われました。安心しなさい、私だ、恐れることはない。そして船に乗り込まれると、さっきまでザップンザップンと大きな嵐だったのに、ピタッと嵐が止まったんです。みんな救われました。イエス様は弟子たちを助けるために向こう岸から歩いてきてくれたんです。このイエス様は弟子たちと同じように、私たちも救うために私たちのそばに来てくださいます。もしかしたらその姿は幽霊に見えるかもしれません。心が鈍くなっているからです。しっかりとイエス様の姿を見つめながら、イエス様助けてくださいでお祈りをしながら歩んでいきたいと思います。それでは共にお祈りをしましょう。手を合わせて、目を閉じて、心の目を開きましょう。お祈りをします。神様、今日私たちは水の上を歩いて助けに来てくれるイエス様の姿を見つめました。神様ありがとうございます。私たちはなかなかイエス様を信じることができません。弟子たちと同じように、イエス様の姿を見ても幽霊だと思ってしまうと思います。こんな不信仰な私たちです。どうか神様、私たち一人一人の心の目を開いてください。怖い時、恐ろしい時、しっかりとイエス様助けてくださいってお祈りをして、そしてあなたの救いをしっかりと掴むことができますように、どうか導いてください。すべてをあなたに委ねます。このお祈りをイエス様のお名前を通してお捧げします。アーメン。はい、感謝の献金を捧げましょう。共にイエス様が私たちに祈れないときにこう祈りなさいと教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主法を開いてください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく
我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。共に神の栄光を讃えましょう。唱詠の25番、賛美歌の25番を共に歌いましょう。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同の上に豊かにありますように。アーメン。はい、これで今日のお礼拝を終わります。ありがとうございます。そう、夏休み楽しかったですかね。もうすぐ終わりますね。夏休みの宿題終わってますかって。そう、夏休みの宿題といえば、まあ、毎週言ってますが、もう今日の礼拝にはこのミッションスクールに通っているお友達がこの夏休みの宿題なんかで出ている教会レポート、あるいは礼拝レポートにするために礼拝に参加してくれているってお友達もいると思います。もしもうギリギリになりましたが、牧師のサインとか何か資料が必要でしたら直接私の方まで連絡をいただけたらと思います。この動画の下の概要欄のところにもアドレスを、お問い合わせのフォームに飛ぶリンクを貼っておきますので、どうぞそちらから連絡をください。さあ、2学期も始まりますね。みんな楽しんでいきましょう。それでは今日はこれで終わります。ありがとうございました。ではまた来週の礼拝でお会いしましょう。